将棋の渡辺明名人が、趙治勲名誉名人との、色紙に、今、記号しています。こちらは K という、あ、そうですね、はい、まあ喜ぶっていうあれですけど、まあ趙治勲先生と、まあ囲碁と将棋同時対局というのをさせてもらって、またあの大先輩である治勲先生に、まあいろんな勝負の心構えだとか、まあそういったことをお聞きできるっていうのは、まあ私にとっても非常に大きな喜びでもあるので、囲碁をいつ頃からこう、まあ、慣れ親しんでるかというところがご存知ですけど、はい、だいぶ前ですかね、5、6年前、もっと前かなに、まあ、息子がちょっと碁をなんか やってた時期があって、あんますぐやめちゃったんですけど、うん、でなんかその一応その息子と2人でちょっと勉強してた時期があって、うん、それで5級ぐらいまで結構行ったんで、うん、でなんか一応なんていうんですか、そのまあ、もうちょっとあとこういうとこ勉強すればとかそういうのが分かってきたんで、それで僕の方は結構続いて定石とか読むような、定石書とか読んで、で一応ちょっと初段ぐらい目指そうかなと思ったのが、はい、ですかね。なるほど、もう大体覚え、定石は大体覚えたんで最近はあんまり定石の本を読むというよりはその打ったりそのプロの碁を見るのが主な勉強法っていうか、で詰め碁の本は買ってあるんだけどいっぱい積んであるっていう、開かずにちょっと読んだらもう頭があーってなって読めないってなっちゃうんでいやそれが多分分かれば もうちょっと強くなるんだろうとは思うんですけど、超名誉名人と、はい、同時対局、まあ、すでに一度やられたわけですけど、はい、実際その対人でやってみて、はい、なんかお感じになったこととかありましたか？あー、いやそうですね、あの時はちょっといきなりだったんで、いやまさかそんなことになると思ってなかったんで、いやその置き碁もまともにやったことなかったんで、いやどうやってやるのかなっていう感じで、まあ、ちょっとなんか慌ててなんかこう調べたりしてネットで、うん、九路のあの九州の打ち方みたいな、ではやったんですけど、いやでもやっぱりなんか本気出されたら勝てないなって感触はありましたね、やっぱり打ってみて、うん、はい、まあ、今度手合いが6子になってってしまったので、いや多分6子って僕分かんないですけど相当きついと思うんですよ多分、そのプロの先生に6子で勝つって。ちょっと義理の親戚にあの佃明子五段がいるんですけど、はいはい、なのでちょっとお願いしてあのちょっとそれまで習うことにして、はい、それでちょっと習って臨みたいと思います。佃さん大阪なので、はい、ネットで何回か習って、あ、まあ、この前ちょっと一回習ったんですけど、はい、いやでもやっぱり習うとだいぶそのまず6子ってどういうもんなのかっていうのとどういうプランで下手が打てばいいのかとかそういうのを一応だいぶ分かるんで、当日までに、はい、練習したいなと思ってます。なるほど。将棋の方はあの時ほとんど見てなかったんですよねそのいやもう碁の方がもうほとんどそっちずっとほとんどこっち見てたんで、こっちの方はもうほんと横目で見てて何か刺されたら刺すっていう程度だったんですけど、まあそれでもプロの一目だ、プロがこうパッと見てパッと刺すぐらいでも4枚で勝つのって結構大変なんですけど、もう下手の干渉だったんで、いやちょっとあれはきつかったなってことで、ちょっとはい、手合いを2枚落ちに格上げさせてもらうことにしまして、はい、将棋界とのこう一緒のイベントってあんまり機会なかったと思うんですよね。なので結構あの僕自身もその、まあ、やっぱり改めて聞いてみたいことって多いですし、まあ、将棋ファンの方でもその、まあ、治勲先生のエピソードって多分面白い話いっぱい聞けると思うので、まあ、あの囲碁と将棋っていうねあれは違えど、その業界の仕組みとしてはもう全く一緒と言っても過言ではないですからね。そのタイトル戦があって七番勝負があってっていう、その2日制があってっていうところではもうその辺は全く一緒なので、その辺ではもう本当に将棋ファンの人が聞いても面白い話は聞けるんじゃないかなとは思いますけどね。